まずは相手の手をこうやってくの字にする。こうやってくの字にして、手首じゃなくて手首よりももっと上の方を持ちます。親指引っ掛けないでそのまま。そしたら肘の下に手を入れて自分の前腕を持つ。で上の方に行くとこうやって決まらないので、自分の肘が相手の脇につくようにこっち側に持ちます。ゆっくりこっち側に持ってきて、で手首を落としながら少しこっちの肘を上げるようにして、ゆっくり上げるようにして決めます、ね。これだと全然決まらない。これがこっち側になってで少し落としながら巻きながらちょっと肘を上げる。今度は相手がまっすぐ親指を上にして、また手首よりも少し上の方を持つ。で肘の下に自分の手を入れて前腕を持って、これを落としながら少し上げていきます。で今度はこっち側に持ってくる。手首を持って、でこれより下には手がいかないんで少し持ち上げるんですね。持ち上げたら足を交差します。でここで相手が起き上がってくると自分がこういうふうに倒れちゃうんで、ここまで来たら頭をまたぐ。で、相手の体に這うように手首を落としてきます。こうじゃん、こうやると力強いやつだとこうやって逃げてくるんで、持ったら下に落として、で落としてくる。頭をまたいで、で今度は上に上がって、ここから足が閉じてると相手がこういうふうに倒れちゃうんで、こっちまで来たら少し出して、また体に這わせるように、手首を這わせるようにしてこっちに決めてきます。こうだと力強いとまた戻されちゃう、こっち側にこういくような感じで決めてきます。で今度はこのまま持ったまま十字に倒れ、このまま十字に足を挟んで親指を上にして、これで落としながら落としながら決めていきます。で挟んで後ろ、もう一回ちょっと、ね、まずはくの字にして持ったら1、2持って足を入れ替えて3で、また4中心5、OK。